三撃物語テレビ。今回紹介するのはハモ鍋。三駅物語テレビ、今日はお宝さんをレポート。隣の人間お宝さん、始まり始まり。こちら三駅物語に参加されるお店さんでよろしいですか？はい、お名前お願いします。はい、お宝さんの宝永久夫と言います。さあ、改めましてお宝さん、店主の宝永さんにお話聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのね、最初一つにお聞きしたいんですけど、はい、名前がめちゃめちゃ縁起のええお名前なんですけど、はい、まるでこう昔七福神になりかけたんかなっていうぐらいの、そんなオーラもお持ちなんですよ。いやいやいや、ボンさんの流れじゃないかなと思うんですけど、もともとそういう、はい、っていう噂があるんですけど、ね、噂は全然分かってはる。そのあたりご確認にぜひお越しいただきたいと思うんですが、はい、早速お料理のお話、はい、こちらのお店のご自慢その1お聞かせください。はい、産地直送の新鮮な魚が売り場でございます。はい、まあ、どのあたりから？ね、産地は徳島、愛媛の八幡浜というところから、うん、朝取れで来てるんで、それを主に売っております。朝取れです。最近朝カツ流行ってますけどね、朝から取れ取れピチピチ、その魚を大将さんがさばいちゃうんですね。はい、もちろんピッカピカの魚見に来てください。このお店のご自慢その2、旬の一品料理です。はい、こちらはこの時期は、この時期はまあ、ハモに始まってね、カツオ、その辺がこれからの旬でございます。おお、特にハモはね、この西日本、関西、大阪、京都、風物詩ですもんね。そうですね。じゃあ、三駅物語が行われる頃、5月の中旬も同じくハモが。そうですね。まだまだこれから旬になりますんで、うん、特におすすめでございます。楽しみです。そして、そんなお料理を使った名物のおすすめメニューは？名物のおすすめは、フグの、まあ、手ちりのシーズンになれば 1.5 キロオーバーぐらいの大サイズのフグを、うん、美味しく、締めて用意しておりますので、よろしくお願いします。締めて用意しております。大将、どでかい鉄砲のようにフグをね、調理していただけるということで、はい、ね、そんないろいろなおすすめをお聞きしましたが、はい、今日一押しのメニューをいただけるということで、はい、いただいてよろしいでしょうか？はい、それでは作ってまいります。お待ちしております。はい、迫力、ハモ鍋でございます。来ました、ハモのこの包丁の入り、これも大将がもちろんでございます、ギリギリのところまで、はい、素晴らしいテクニック。こちら鍋もいい感じでグツグツなってきておりますが、もう蓋開けちゃっていいですか？どうぞ開けてください。押すなよ、押すなよ、絶対押すなよ。いや、ほんまに誰も押してくれへんわ。うわー、来ました。はい、熱気でこう香りもふわーっときました。この出汁もちょっと楽しみですが、主役のハモちゃん、はい、どうやっていただいたらいいですか？ハモはね、皮だけ湯を通す感じで、はい、ね、こちらのお玉を使いましてね、はい、はい、どうしたらいいですか？僕も箸が欲しい。僕も箸が欲しい。お箸いただけますか？はい、はい、おかえりなさい。はい、うんうんうん、乗せてグツグツしたの、お、開いてきた。パッカーン、鼻開いております。すごい、やっぱこの
切り身の。そうですね。はい、包丁入れが生きてるんですね。はい、これで。はい。はい、ああ、ホク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 。うん、お出汁を。ええ。ああ、煮立っております。好みで生姜とネギを入れてください。ありがとうございます。おネギもパラパラっと。さあ、和食は目で味わうって言いますからね。皆さんよう見てください。この夏の風物詩、目で味わう。大将のもう怖いオーラがね、そろそろ限界になってきてますんで、いただきたいと思います。今シーズン初ハモ、パクリとパクリと熱いです。あーそこの味、ハモ。はい、あ、はい、お出汁が非常にこの甘みも出てるお出汁で、はい、はい、この甘みは何から出てるんですかね。淡路の玉ねぎから甘みが出てますので、はい、はい、特に美味しくなると思います。関西のね、名物の一つですからね。これめちゃくちゃこう湧き上がってますけども、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。はい、もう一つ次は、はい、酢味噌で、はい、こちらでございます。同じようにささっと皮のところでね、温かくすると開いてくるんです。大将の繊細なタッチ、ね、今ハモの気持ちとね、こう通信してる感じですか。はい、できました。はい、そうなんです。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。これはもうこのまま、このまま、はい、では今度は目で味わうことなく直接いただきたいと思います。味噌が滴っております。また中から出汁がじゅわーんと出てきて、熱いタレが、夏はね、あえて熱いものを食べて中から精力つけてスタミナでお料理楽しんでほしいですね。はい、はい、酢味噌との酸味とマッチして非常に美味しくいただけました。さあ、お宝さんでご自慢のハモ鍋、三駅物語に参加されるお宝さんのハモ鍋、隣の人間お宝さん認定。ありがとうございます。いや、この季節にあえてスタミナのつく熱々の鍋、ありがとうございました。目で食べにかかった時はほんまにしばかれるんちゃうかなってオーラがありましたけど、すいませんでした。いえいえ。はい、そして見ていただいている皆さんにメッセージをお願いします。はい、旬な魚を取り揃えております。ぜひお越しください。よろしくお願いします。もうこの声に言霊が乗ってるでしょう。まず味わいにこの大将のオーラを感じに来てください。以上、三駅物語テレビ DJ ハッシー突撃レポート。お宝さんに来られる際は駒川中野駅からどうぞ。大将もありがとうございます。